第38期法戦 A1 リーグ実況の古橋隆です。解説は日本プロ麻雀連盟会長森山茂勝プロが務めます。森山会長よろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは対局の準備ができたようです。第38期法戦 A1 リーグ第5節 A 卓4回戦東杯の開始です。山田博之の合図で4回戦が開始となります。4回戦はちーちゃに吉田、なんちゃに近藤、シャーちゃに黒沢、ペーちゃに藤崎の並びです。本局ドラはリャンピン。さあ3回戦は近藤が、あららららドラ、すごいすごいすごい、最後の詰めは、はい、2杯のうち1つが9だったからね、9ピンだったからよかったね。ローピン貫通の9ピンがあんこですね。はい、もう悪くないね。吉田は前節ピンズのメンチンをリーチして3倍マンを積もってましたから、へー、うわーすごい。これはもう吉田ならもう鎮逸以外は見ないでしょう。とりあえずカンチーピン入ればテンパイでしょ。カンチーピン入ると、うん、ペータンキですね。はい、でもね、ペータンキにしないでリアンソータンキにしとかないと、ペーが出ちゃうと嫌でしょこれ。でも高いですよこれ。いや、もうそれでもさ、高いか、しょうがないか。9600ですか。いや、名本ドライスだから1万2000でしょ。ああ、ごめんなさい、そうですね、名本ですから、チーピン入ればね、はい、しょうがないか、ペータンキも。しょうがないですね、とりあえずは。1万2000は大きい。吉田ウーピンあたり引いてきて連続系になったりね。そうですね、ウーピン引いた後のチーピンとかはいいな。そうするとリーチ打てるよね。イースーチーピンリャンウー、イースーチーピンリャンウーピンか、リャンパーピン、はい、チーピン引いてチーピン、そうですね、ウーピンチーピンと引けば、ね、はい、イースーチーピンリャンパーピンだね。それいいね。すると吉田リーチとかもできるかもしれない。さあイペコは完成。どっこれチーピンから外していく可能性があるよね。ピンズは吉田に高いですね。ドラがリャンピンだからそっちは切らないから、はいはい、そうチーピンぐらいから外すんかな。そうですね、はい、うん、チーピンからでした。うまくいってんね、はい、ローピンないから、ローピンないですからね、うん、手順でチーピン出ちゃうからね。6球ピンの、うわー、来たぞ来たぞ。ローピン、これ何でもいいね。ウーピンもいいね、イースチーピンね、はい、そうですね、ウーピンもいいですね、うん、高いね。ダマか、さすがダマになりそうですけど。パーピンが1枚切れてるのか。ポンするとカン、ん？ポンしたらテンパイじゃないですよ。テンパイじゃないです。ローピン、ローピン短期ですね、うん、はい、さて、でもウーピンがいいよね一番ね。そうですね、ウーピンが一番いいです、うん。吉田メンチンのいいシャンテン、黒沢ウーピンが危なかったんですが、ここは処理していく。さあ藤崎は差し子の3色いいシャンテン、ただローピンはない、安めのローピンはないぞ。さあ近藤が3案小含み、3案小含みのね、はい、いいシャンテン、すごいね。ピンズがキーハイになりそうです、ね、全員ピンズがキーハイになりそう。引けない引けない、引きたいんだよ今のね。うわー、スーアンコイシャンテ、これスーピンリャンピンいきますか。4に行くか、4ぐらいかな、しょうがないか、4ぐらい行きたいが、いや4は行くよ、考えている今度。4行くでしょ、スーピンだ。これはドラ切りも辞さずの構え、ドラ当たり牌になんなきゃいいけどな、はい、なんないか。さあ当たり牌にはなんないな、しばらくは。当たりはそうですね、2手かかりますね、うん、当たりの場合は。ウーピンはチーか、これはさすがにチーか、これはチーだな。さあイースーピン、それでもインパチだからね、はい、鎮逸ドラ1です。うん、ランピンは通るんだよね、スーピンが今助かってるからね。3ピン、うわー、これも通るんだよね、イースーピンだからね、はい、イーピンが2枚残りか。イーピン2枚です。スーピンは、スーピンも2枚残りだ、きっと。はい、スーピンは1枚か、スーピン1枚ですね、はい、三山。さあ藤崎も手広いシャンテン、今度は積もり数ワンコイシャンテン、
転廃したドラギリです。通った。さあ通りました。スチューソー両方当たれるからね。はい、うん、役割です。いいピンが入って 3ピンだよ。でも3ピンいくか。うわー、すり抜けてる、すり抜けてる、すり抜けてる。吉田も、吉田君、吉田もなんだよそれと。吉田君、それはないだろうみたいなさ。はい、何あのすり抜けは。やめてよ。さあシャンポンか。ポンか。あ、スースー当たり、スースー当たり。いやー、うわー、これを打たないことによってどうなる。だけどスースー打った方が良かったかもしれない。打った方が良かったかもしれない。安いかもしれない。これは打ちづらいですね。下茶が、スースー安かったよね。はい。ピンズ、チーピンか。スーソーツアーが今度いいよ。あの鎮逸のね、入ったね、はい、うわ、ここは吉田の大物手も実らず、ね、1万8000ね、はい、2数ピンに3ピン、2ピン、2ピン、3ピンで切られてる。そうですね、いてててててて、はい、っていう、なかがっかりするよね。はい、泣かなくても2ピンがまあ入ってていたので転廃はしていなかったわけですが、はい、近藤がツモ飛んで700-1300の上がりで、近藤君にすればなんかちょっとまあまあまあ大したことないなと思ってるけど、はい、親にすればね、うん、すごい痛かったですね今。はい、あのイスーピンの時に兄さんで切られるの本当に嫌だね。そうですね、しかもドラもドラがリャンピンですからね、ドラもリャンピンだしね。ただだからどうしたって4からなっちゃうよね。はい、そうですよね、チート率もあったからね。だから天敗直前に4が出てね、はい、うん、山越しになっちゃって、うん、さあと2曲ドラはチーマンです。近藤の矢番、まあ吉田君ちょっと気を取り直して1からもう1回、ね、はい、そうですね、しっかりやんないと、うん、今回じゃないとひどい目に遭うよ。はい、ここまでマイナス 29.6 と非常に苦しい展開、うん、まあ、まああのぐらいはもう仕方ないと思わないとね。そうですね、うん、あのあれが上がれないとやっぱり苦しいよね。はい、本当ですね。しかもピンズ出たかないならいいけど、はい、2、3って出てきて出づらい出づらい方が出ちゃうよ、はい、みたいな。さあただ今回はこれでいいシャンテンですね。単品の変化もありますね。はい。さあこれでドラが使えるようになりました。藤崎ちょっとピンズの1245が不自由ですね。そうですね、だからそこが変わってくれると少し楽になりますね、はい、これ一気通関係にしながら、はい、さあ黒沢123の3色のでもまだリアンシャンテンですね、はい、まあ遠いですよね、リアンシャンテンの、ね、形が悪いからね、さあジャンストもできていいシャンテン、ここは形決めていきます。チーピン切りです。さあドラがネックな近藤、黒沢カンリャンマンとペン3ピンのいいシャンテン、先は白が統一、吉田はいいシャンテンです。いいシャンテンからなかなかね、はい、郊外を引いてこないですもんね。ましたよ、うん、ただここまだね遠いんですよね。はい、まだリアンシャンテンです、うん、3万がもうバニー2枚切れてますからね。はい、あ、うん、白をあんこにして、うん、さあドラ引いてドラ引き、はい、これでいいシャンテンだね。これでいいシャンテンですね、うん、3万ちょっと薄いけど、ね、はい、さあ藤崎ローピン引いて天杯は取りますか。ペンさんリーチだ、うん、リーチ行きました。ここは打点十分なリーチ、藤崎はペン3ピン待ち、まあこれ以上も待てないっていう感じですね、うん、天杯も早くないし。さあ3ピンはえこれ結構ありそうですね、4山全部ありますね、うん、さあということは黒沢も3ピン受けがありますからチャンスです。今度ちょっと受けましたね、うん、さあ藤崎ここは積極的な先生、うん、吉田ゴロチの3色のいいシャンテンまで来た。こ
これで殴り合いになっちゃうのかな、はい、ちょっとね藤崎吉田の殴り合いとですね。だかうわー、まあこれは休めですが、天敗は関老荘、単葉ドライチの天敗、9層がねフリー点ですからね。そうですね、うん、あ、老荘取ってないですよね。取ってないです、うん、リャンソーから打つならリャンソーからにやりそう。パーピンが現物ですね。あ、ここはやめました。このローソーが出ないと吉田も厳しい。3ピン掴んだ、これはまっすぐ行くが、うん、藤崎の上がりリーチドライチ2600、リーチ白ドライチ、あ、ごめんなさい、リーチ白ドライチ5200です、うん、失礼しました。藤崎も役割のあの愚形のリーチは結構珍しいですが、積極的に、うん、位置に行きましたね。まあそこから天敗外していくのも大変だと思うんですよね、サートン3曲、黒沢の矢番となります。ドラはウーピン、まあでも今ぐらいの感じで行った方がいいですよね、はい、うん、もうまあ5に出て5200積もって満貫だし、はい、玉で上がっても、そうですね、大したことないんで、リーチかけてある程度牽制にもなるし、はい、さあウーピン、近藤大津もはドラのウーピンです。こちら親番の黒沢ですが、自敗が非常に多い。国士無双も狙っているか、まあ今までトータルプラスしてるんで、はい、ちょっとあんまりまあ今日はいいやっていうぐらいですよね。そんなに今日の浮きがなくなることはなさそうですもんね。なさそうだから別にそんなに無理しなくてもっていう、はい、ただその前回のオーラスかなり無理しましたけどね。はい、そうですね、あれちょっとやりすぎじゃないかと思うけど王女には なりませんでしたが、ね、ならなかったあれはどうかと思うけど、はい、やっぱたまにああやってもうむちゃくちゃでも行く時があるんだね。はい、まあ、攻めはもう強いですから ね、そこまで行かなくてもいいと僕は思うんだけど、はい、今回は吉田が表が見えますが、まあ、行く形があるならね全然しょうがないんだけど、はい、さあ近藤もこれで高打点が見えてきます。さあドラを引き入れた藤崎もドラが使えるようになります。1,2,3 の3色はまだ見ている。この3層はちょっと痛い。 1,2,3 ね、 1,2,3 になったか、 5,7,9 か、はい、形固定してピンズにカムバック、黒沢ですね。パワーピン切ってますけどね、はい、時点でね、でももうピンズが伸びてきたので、はい、3色もありますね今度。ここでまあ、3色だったらそのままですよね。リャンソーつもぎりですよね、はい、うん、これは単野も見たってことか。そうですね、うん、あ、よっしゃ、この人目についたい。ただイスーピンとイスーアンのとこがね、はい、両方4が来ないとダメだから、ね、そうですね、結構単野は難しいかもしれないね。攻撃ではつもいっていく。黒さんもトンとチュンが統一になっています。チーピン引いて、うん、ここはマンズのカンちゃんを払っていきます。ここは手広くしながらね、はい、まあ、イーソーはリャンソーがちょっと切れてるから、多少安全かなみたいな、ね、そうですね、結構安全な範囲に見えます、うん、さあ今度はイーシャンテンになりました。で、リャンソーが全部見えましたね。はい、だからイーソーは、まあ、安全牌ですね、ほとんど安全牌。まあもちろんたまにね、短期で狙われることはありますけど、はい、さあダブトンあんこにした、引いてくるね、いろいろ、はい、チューンはこれはまだ打たないか、リャンソーから3色だね、はい、白まで重ねた。いいし、ギャンシャンテン。さあ、白チューン生きてるね。あ、ここにチューン1枚か。チューンが1枚ある。
さあ今度もイーシャンテンなんだよね。はい、イーシャンテンです。ちゃんとが決まっていないイーシャンテンは今度、いや高いけどね。さあ来ました、これはチーピンからか、いやチュンからにあったチュマポンでしょう。チュンポンだね。あのパーピンとかが早いんですよね、はい、だからちょっと本質に見えないんですよね。うん、ちょっとそうですね、うん、何を狙っているのか、うん、あの最初はそんな感じじゃなかったから、はいね、あの手がどんどん伸びて、うんね、こういう急ピンだったらあの泣ける可能性がねありますね。今度は必要な形ですが、ただ必要だから、神茶が必要だからなんだけど、はい、幸ピンはドラマタギですからちょっと打ちづらいか。今度は電波しない。9ピン、ここで安全なイーソリアンソーと、うん、ここ引かなかったね。そうですね、引かない、ピンズ引かないね、はい。まあ、神茶からは泣けることはないですね、ほとんどね。まあ、ウーピンが重なってスーピンポンか。そうですね、ウーピン重なればスーピン打ちそうですから、うん、今度ただそのウーピンも全員に1枚ずつありますからね、重なることがない、まあ、ドラウーピンですからね、はい、いやー電波入らない、電波しないか。その場はもう1回ありますね。もう1回あるね、はい、嘘を切っとかないしょうがないね。そうぐらいどうですか、黒沢。そうぐらいいかないでしょうがないでしょう。想像場にかなり安い、うん、ああやめましたね。やめたね、はい、すごい。まあやめるってことは自制心があるってことですよ。その当たって牌じゃないんだけどね、はい、さあ全員の点か、その辺は大事だってことだよね。はい、うん、ああ転敗してませんでした。さすがにちょっとね、もうこの嘘は無理かなみたいなね、はい、うん、全員の点で親が流れます。ああいうのも大体雰囲気で、はい、そうですね、そういうのがあるんだけどね、まあ、あとで1回しかなかったからね、はい。さあ、あとに4局1本は藤崎の親番となります。ドラがいいそう。うん、まあまあ、ええ、あの、そんなにひどくないですよ。はい、吉田は掃除が多い。いや、掃除がこちら近藤にも多い。789が一応見える。うろさはそうですね。789狙いになりそうです。本一狙いですね、うん、今度は、まあ、一気通貫見ながらね、はい、流派泣いて、うん、まあ7万が自敗にでも切り替わってくれればいいですよね。そうですね、うん、あんまり7万使いたくないですね、はい、うん、3色見切ったぞ。単葉の方に単葉ですか、なるほど、ということですね、はい。近藤は想像引きたい。一万を一枚外すか。近藤君も、いや、リアンソー1万外した。うん、いや、要するに本一はいかないってことですね。一気通貫はつけたいけどね。うん、さあ、親番の藤崎は一メンツ。貫禄ピン引き入れた黒沢。うん、なかなか角がこっちの方がいいよね。はい、黒沢が、まあ、リャンソーはドラそばですけど単ヤウにはいらないからね、なんで今切りましたね。ある意味で黒沢さんが一番簡単かもしれない、ね、はい、内側に、まあ、789見切って内側に寄せていくという、うん、寄ってきてるからね、はい、その判断がかなり決まっています。さあ両面ができた。
ピンの受けられてますが、想像が高いんですよね。なるほど。今にね、だから想像の処理をどうなのかっていう。今の時点で9走、チー走と打つ手もありましたか。ただまあ、泣かれることもあるんで、はい、難しいところですけど。あれ、きつく噛み切りましたね。まあ、ここで四五郎を狙ってるんだね。はい、四五郎の三色であります。7からだから7からだね。9からではなくてね、はい、まあ、筋で両方残しちゃうとひどいしね、はい、これで567の三色ですね。567もゴロッチもありますね、うん、さあ藤崎もこれでチートイツのいいシャンテンだが、ダブトントイトイとかを吉田君とかはもう手が伸びなかったね。全く引けないですね、うん、ソーズがハイパイと変わっていない。白は2枚切れ、白は2枚切れてるね。パーピンはポンです。トンが1枚残ってんの。トンが、ね、そうですね、吉田に1枚あるだけで、1枚あるだけだよね、はい。さあこれは狙い通り、ウーソを引いてまだでもリアシャン、はい、リアシャンテンだね。島が食い取られた。まあ、大したダメージじゃないですね、はい、7万じゃね、うん、そうですね、5万とか痛いけどね。5万はそうですね、仕事とかあるからね、はい、1回7万が出る。グッとこらえる黒沢いや、おのみでかわすことはしない。うーん、あー、手っ張っちゃった。これは致し方ないか。でもね、親だから、ね、はい、ダブトンの後付け。さあスーピンが現物、現物ですね、スーピンね。チーピンはチーピンションバイですからね、チーをスーピンにしますね、はい。まあ、ポンポン仕掛けの人がいるんですからね、一応トイ、あの、トイトイは警戒しとかないとね、はい、ようやく想像1枚引きました。でももうトンが浮いてますからね。さあ今度イーシャンテン、トンが1枚あります。藤崎いい総ドラですね、トンが余ってしまう。でもイーシャンテンだったね、チートイツのね。そうですね、はい、うん、トン引ければ。さあ近藤は形式転敗です。で黒沢はスマーツも切り。さあ吉田トンもあるぞ。なんだなんだ、まあ、トンが出ることはないでしょうからね。3走とか入っちゃうと流派を今なんだっけ、流派って何で、流派ションパイだよ、ションパイでしたね、うん、流派のションパイ行く理由が分かんないな。五本一ドラドラで、うん、いやだからスース、ああごめんなさい、トン1枚切れか、ごめんなさい。トンは、あ、黒沢が2打目に切ってましたね、うん、あ、トンはないんだね。ということは、うん、吉田、だから吉田君数走が通ったから今数走でよかったんじゃないの。確かにそうですね、チートイツだじゃ嫌だってことか。チートイツ以外にもでもリュウハあれだよ、ションパイだよ今の。近藤にトイツでした ね、うん、さあこれで数層は大丈夫ですが、両層もそうですね、両層も大丈夫そう。三品で天敗サブロー層、ね、ローマンバシッといってサブロー層天敗。三層、ただ、まあ、トンは宝珠、まあ、トンが切れないからね、はい、うん、ここは急層切り。さあ、ハイテンには何がいる。どうだ、これは切れない、これ切れない、これは切れない、急層切りさあ、流局は藤崎と近藤の二人転敗、うん、近藤くんが
竜をポンして、はい、イーソータンキーにしてたら藤崎が藤崎にイーソーが行くね背底でイーソーが行ってやめるんじゃないきっと、うん、どうやつだったらあの竜波ポンはなくはないと思うけどなくはないですよね、うん、はい。ただあの竜波が出てきていいもんかどうかっていう、はい、うん、ね、ちょっと、まあ、チート打ちでよかったんじゃないかな、無理してポン切らなきゃいけないパターンもあるからね、はい、親がポンだからね、ポン切りづらいですよね。そうですね、うん、トンで当たっちゃうと1万2000あるからね、ダブトントイトイとかありますよね。藤崎のレンチャンでドラは1万、チートイツかタンヤオか、タンヤオかね、はい、うん、黒沢完了ピンを引き入れました。下は3万ワンコにした。それでイーシャンテンですね。さあ今度は差し子の3色だ、まあね、高い手には難しいけどね、はい、うん、ですかウーソーとスチーピンのイーシャンテンテンパイ出代わりでタンヤオです。さあ、ジャン島もできて、今度は順調に手が進んでいく。黒沢天杯は、ここは役がないのでリーチに行く。サブローマン待ち。3万は吉田にあんこ。ん、そして近藤も最後の3万引きましたね。これで3色のイーシャンテン。まあ、ただね、リーチする方はこれ仕方ないですから。あ、イーシャンテンか。はい。ね、さあそうですね、役がないですから単用になりました。吉田た、ね、はい、うん、これで出上がりもできる。ただね、1300しかないからな、はい、ローマン、しかしローマンを積もる3万がありませんでしたが、はい、リーチ積もで700、1300、900、1500の上がりです。黒沢最終4回戦何人となりますな。一局吉田の野番です。 なさそうなとこも積もれるといいね、はい、ね、3万なかったけどね。そうですね、うん、ドラ表だったしね、はい、ローマンはドラ表示牌でした。連想です。ん、今度もピンズが多いハイパイですよ。ピンズ行っとこう、ちょっとさっきのリベンジで、はい、なんとかメンチンリベンジを決めてほしい。昨日は本当にあれだったね、かわいそうだったね。はい、トン一局ではメンチン転敗をするものの、ね、上がることはできませんでした。あ、ここも悪くないよ、二差しの形でさ、はい、あ、これはもうちょっとパソがね、一パソできちゃうとできちゃったらちょっと無理だ、はい、無理かな。まあ、ただ吉田君だからね。そうです、無理でもいいよ。いや、吉田は無理も無理を通していく男。そうそう、もうただ単品イーペーコーとかもあるので、まあ、いや、それもちろんさ、はい、それはそうなんですよ一応白を切ってピンズをもう一つ引いてきたらね、はい、どうするからね。さあ藤崎も2差し、2差しがあってね、あ、なかなか引けない、なんかね、1枚切れたところだったね。枚数でシャア残したけど、まあ均一の方にあるのかな、はい、そうですね、うん、さあこれもいいところ引いた、ピンズ引いた、おピンピンズ引いたぞ。欲が出てくるんじゃないの、そろそろ、ね、一応ジャン島なしのイーシャンテンではありますが、うん、3ピンとか引いたらさ、3ピン引いたらもう、まあ、3万じゃなくてローソーチーソーとか、いやー、できてしまっ た、これはもうしょうがないか、両ピン短期の先輩。3ピン引いたらどうする？3ピン、あ、黒沢リーチだ、黒沢ペン三層、ペン三層、ドラガリアンだからね、素直ですね、はい、素直です、うん、素直です、本当に素直です、黒沢いいんじゃないですか、はい、うん、さっき上がってるし、あ、三層、これは使えるんです、うん、使えるね。ここはさすがにもう、さあ吉田は向かっていくか、仕方ないね。3ピン引いたら、まあ、9ピン切って
9ピン入りのリーチになりますか。リアウパーピン、リアウパーピンで、うん、うわいいピンか、ダメなんだこれ。はい、これチートイツのテンパイですか。今度はそうですね、うん、リャンマンかウーマン短期、うん、ここはウーマンを切ってリャンマン短期だ、まあ、リャンマンが出てね、うん、さあ勝負局になってきたぞ。リャンマン引いて、これはリャンマン急走か、うん、ただチャンスだからね。そこあーリャンマンになった、これは近藤の上がり、そこそこチャンスだったけどね。はい、うん、チートイツで1600ね。えまあまあでも今ぐらいの、両方のテンパイを狙いに行きました ね、 ね、藤崎君はだけど目いっぱいでも良かったと思うけどな。はい、目いっぱいだと急走切って、急走でね、はい、さあ近藤の強気のリャンマン短期がコア上がりに結びつきました。今はねもう右腕をちょっとおとりにしてね、はい、うん、さあドラはスーピン何曲でもあのぐらい行きたいですね、うん、あれがうまくいってくれればもうなんとか次つながってくるだろうし、うん、はい、あ藤崎ハイパイがいい、789がもう丸見え。えドラジャントですよ、ドラジャント、ドラジャントなの、めちゃめちゃ高い、形はもうできてますね、何が来てもよしだ。789に678、これはいらない、うん、さあ吉田はもう何でもいらっしゃいっていう感じだ、はい、吉田は自敗を集めていきたい。黒沢もドラ受けがある、パーピンはつもぎり、うん、さあシャーガンコですがチャンタなのか、まあ本日もあるのか、はい、チャンタ安いからね、国士もまだ見るか、うん、チャンタ安いんですよ、三層切りです、ね、ドラがある、あるちゃんだとかならばだしも ね、 ドラもないから、ドラも数ピンですから使えないです、うん、使えないからね。来たか、3万が来て、うん、これはもう両天秤の、まあ両天秤だね、はい、理想的な嘘切りのいいシャンテン、9ピンが3枚見えてるね、あこれで、はい、ここはちょっと苦しいですね、苦しい、ドラーン、これが単葉があるんで6、7、8になりますか。そうだね、さあ藤崎大チャンス、手広い、これチーだね、チーですか、6は、6はチーして短期待ち、じゃああるかな、6本当は泣きたくないんだけどね、いやこれはテンパリーチでしょう、リーチだ、ああえあチーピンか、びっくりした、そうですね、役なしになってしまうので9万だと、ね、これいいよね、はい、ローマン積もれば3600円、ローマン積もれば3600円だもんね。さあ吉田はどうするんだ、9万も出そうだもんな、ここはまだ出ないだろうけどな、9万なんか全員使ってます、そう吉田が1枚持ってるね、 G1 がねもうバニー1枚で吉田君はまあ77と思ってる、はい、うわ一発引いた、ローマンはまあでもこれ打たないからね、はい、ローマン結構薄くはなってますね、9万ありそうでしょう、でもはい9万がバニー、バニー2枚で吉田君1枚持ってるのか、はい、9万1枚のローマン1枚です、そうか、吉田はここは冷静に降りていく、さあ山には2枚、うわあすごい、おーやめた、やめましたね、うん、黒沢もとても追いつけそうもない、ね、はい、うん、現物は3品があるか、まあ、ローアンが出てく形ではないからね、はい、そうですね、うん、だから打ちようがないですよね、うん、すごいつもです吉田、さあ今度どうする、ここはローソー打っていきました、これは上がりたい、ドランコのリーチ、まあ、吉田君は安全パイいっぱいあるからね、はい、うん、リャンピンアンコでいいシャンテン、はい、うん、くっつきのいいシャンテンです、パーマンかリャンマンを打つか、まあ、ドラが数ピンですからね、そうですね、ウーピンはちょっと打ちたくない、うん、まあ、向かってくならリャンマンかパーマン切らないと、はい、リャンマン切りになりました、
これがね、当たり牌の当たり牌が浮いてないからね。はい、そうなんですよ。ローマンが使える形なんです、ね。あれついてないとやっぱりローマンが浮く形になったり、はい、9が来たりするけど、まあ一番嫌なのはドラの例えばほとんどないんですけど、スーピンでも引いてきて、はい、ねえ、ドラのスーピンでも引いてきたら、例えば、まあ、今回打たないんですけどね、はい、勝負しちゃうっていうね、のがあるよね。まあ、勝負しなきゃ麻雀結構打たなくても済むことあるんですけどね。そうですよね、うん、3万も取ってない。ここはきついか。2-1 3枚切れワンチャンス一応、ね、パーマンが筋になってますね。自身で通している、うん、2-1通したからパーマンかな先にね。パーマン打つか、うん、ここはパーマン切りだ、うん、さあまだ2枚あります。藤崎いけない。今度は転敗するか、下か。これはローピンかチーピンか。チーピン、お3枚押した、ね。まあ、一応ワンチャンスだからね。はい、現物待ちではありますが、前順に切られてしまったローピン。パニ2枚ですが山には2枚ありますか。ローピンローマンは止まりそうですが、9万は今度止まらないでしょう。9万止まらないでしょうね。はい、まだローピンもいるぞ。何万だ、パーマン、もうなお止まんなくなった、ね、はい、ワンチャンスになりました、ね、牛田君大丈夫だよね。安全牌いっぱいあるから、ダージ牌がありますからね、大丈夫だと思います。はい、白白切っていく、頑張ったね。はい、ドラのスーピンがここに来た。いやー引けませんでした藤崎。あとは近藤の親だからね。はい、うん、何があるか、ね、ローピン引いた。これは無筋った甲斐がありました、ね、近藤単野おつもの1000ホールで連チャン。ドラのことはつゆしだ。そうですね藤崎悔しいが、ここは近藤に軍配が上がりました。まあ頑張ってね、行きましたね、そうですね、うん、まあ3ワンが一番大事だったんですね、はい、サブローワンとかね、まあ一応でもただ数ワン3枚見えてたからね、はい、ワンチャンスでしたが頑張っていきましたね、行きました。近藤連チャンですな。2曲1本場、ドラはウーピン、ドラターツがあります。シャーがトイツで、ね、ツはマンズで止めにつある、マンズが2三振になるからね、はい、まあまあ悪くないですね、悪くないですね。藤崎はパーピンがんこ、チュンがトイツ、ローピンがトイツ、ドラトイツですよね。ドラはあ、ドラウーピンですか。はい、ごめんなさい、ピンズが多いですから、これ本日まで見ていきたい。まあ黒沢さんももう最初勝ってるから、まあ、はい、今回はまあ、うん、多少余裕かな。はい、さあチュンを打っていくか。いや、ここはファンパイは打ちません、うん、まあそんなにね、はい、手広げすぎても危ないし、まだ本一は見ている、うん、本一見てるんだね、はい、9番あんこ、9番があんこ、初が統一、ドラターツもありますからね。面前で決まれば高打点も見える。チュンは藤崎ポン、いいシャンテンには構えます。白が重なれば本一という手順か。チュンも泣いたか。泣きましたね、一泣きでした、うん。さっきの6球案がちょっとうまくいかなかったじゃないですか、はい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 、その辺で、うん、あのこの親蹴っちゃおうみたいなのあるかもしれないですね、はい、テンパイ取りましたね。そして、うん、今度あれですね、ローピン出たらポンしてもそうですね、なくはないですね、ローピンポンして例えばピンズドラ引いてもリアムピンになるし、はい、ね、まあ、出たらこのまま上がる、もちろん上がるんですけど、うん、まあ、ローピン出るのはなかなか難しいでしょうけどね、はい、まあ、ドラがウーピンですからね。そうですね、ドラそばの牌です、うん、さあ現状サブローソンのテンパイ、リャンピンでももうテンパイは外さない、リャンピン来ちゃうとちょっとこれもうあんまり、はい、今度ローピン泣きづらいかな、振り点が結構多くなっちゃいますもんね、うん、ローピン来て次ドラ来てもね、はい、ちょっと難しいから、ローソが打たれた、うん、ここは手堅く旬の1000点で上がりました藤崎、1000は1300、
まあ、さっきのドランコ蹴られたのがやっぱり、それに対する今の動きだと思いますけどね。はい、さあ流れて三曲は黒沢の野番。俺は結構頑張った感じでいい感じでしたもんね。はい、ちょっとやらせとくのもあれかなと。ポンテンならねもう十分でしょう。あれがポンテンじゃないとねちょっと嫌なんですけどね、まだ時間かかる、形が悪かったらちょっと動けなかったけど、はい、うん、初がドイツ、リャンソーガンコ、面白いハイパイですよ。ですうわ、すごい、すごいじゃないですか、これ。あれだろ。ワンコ2つですよ。藤崎も結構すごいんですけど、黒沢がもう、とんでもない。うん、まあ、リュウハがどこで、リュウハ出たら泣くんでしょうけどね。1枚目泣くかどうか。1枚目は泣かないんですかね。カントラが使えるようになりました。ただ、カンリャンマンはもう2枚見えて、リャンマンは2枚見えてます、ね。あ、ですね。ドラ3マンですからね。前場に1枚。ポンテン取りますね。これ1回ポンテン取るか。買い取りたいところではありますが。苦しいところだけどね、リャンマンはね。カンリャンマンはね。さあ、藤崎、これはもう1回。おぉ。鎮逸で。中連ポートも見える。中連ポートも見える。まだ9ピン残ってるからね。今度は持ってるか。ないからダメだ。ね。ずっと持っててくれたら。ずっと持ってて、いいタイミングで出してくれると。あ、両面に変わります。両面に変わった。さあ中重なっていいシャンテン。おお、すごいね。泣いてあのパーピンキューピン。キューピン、そうですね。パーピンで一気通貫ですから、これはポンテン取っていきそうです。かもしれないね。うん、さあ黒沢対藤崎になるか。ここは安全同様の現物の今を残した。この速いイーシャンテンはきついね。はい。あ、でもキューピンが薄くなってきたから。キューピンがそうですね。ね。パーピンキューピンだけど実質パーピンか。パーピンみたいな。うん、ただピンズの方の下の方が変化したときに、まあ一気通貫は崩れるけど、はい。ね、まあ、上がりぐらいはそんなに難しくないかもしれないですね。ドラは切っていく、つもぎっていく。当たり前ですね。はい。はドラのつもぎりを見ていいシャンテンなんですけどね。ただね、あのやりようがないですね、はい、うん、高くなかなかならないからね。さあ近藤も1日3入ったけどね、はい、いけない。パーピンがまだ顔を出しません。キューピンがこれなくなりましたね。カンパーピン、はい、カンパーピンだけになりましたね。高い方しか残っていない。これ黒沢さんもこれどっかでドラ切っといた方がいいかもしれないですね。そうですね、これね、危なくなっちゃうからね、はい、うん、藤崎くんがドラ切ったからね、はい、でも頑張って持ってるね。頑張って持ってますね、うん、さあ吉田さらに手広くなるが、あ、ここはローソーチーソーとウッパーソーがかなり薄くなってきたところ。そろそろ3万でやるね、はい、うん、そろそろなんとかしないと。いや引けない、ただね、待ってるとこが少ないよ、はい、そうですね、パーピンだけだよ、はい、パーピンとチュンと、まあ、パーピンとチュンを、ね、引けないって言ってもね、なかなか引けないですよね。チュンは2枚、パーピンは4枚ありますからね、まあ、そうだけど、まあ、普通に考えるとね、なかなか引けないところですね。まあ、こちらあの見てる人は山が分かるけど、はい、スーコイシャンテン、初の1枚目はスルーしてますね。お、1枚目スルーしたんだ、はい、そうかそうか、してます。なるほど。あれないときはどうなったんだろう。ない関連マンの時ですね、多分関連マンだと思います。関連マンの時、はい、そうだと思います。あ、違うか、イーマン切った後か、スチーマン、スチーマンですね、うん、そうするときたー、テンパイ。白チュンシャンポンは白が1枚とチュンが2枚、あっと、うわ、最悪のタイミングで吉田が引かされる。ここは藤崎の上がりです。白本一8000の上がり、途中までちょっとケアのドラ切りがあってケアしてたのに、今になってね、一応ピンズ出てきたんだけどね、キューピンが余ったところでした。もう止まんなかったね。1枚切れの白、うん、いやいや、もうだからやはりその辺が調子が悪いからね、うん、どうしてもああいう当たり早つかまされちゃうね、はい、ドラあんこじゃないですか。
藤崎ドラのリャンピンガンコのハイパイ、ドランコさっきもあったからね、ありましたね。さっきは流局、あ、流局じゃない、近藤の感動ピンにね、はい、やられましたからね、やられてしまいましたが、今回はどうでしょう、うん、自信が親です。まあ、なんとかしたいね、はい。黒沢はチュンと南がドイツ本一見ているか、本一見たいんだね。1000点上がれば、うわーちびった、1000点上がれば減点ですが、でも藤崎君これリーチ入るかもしれないね、うん、そうですね、もう2メンツできてますし、うん、いいとこ来たし、はい、形はかなりいいです。ト、うん、ンかなんかさなればドン重ねてポン点の形、あ、ポン点じゃないですね、まだ、ごめんなさい、ポンシャン点ですね、まあ、今リャンマン切ったんですけど E1 がもうすでに3枚切れてたんで、はい、まあ、そうじゃなかったらね、あれを切らなくてもいいんですけど、なんとか残し、なんとか切って、うん、目いっぱいに、目いっぱいにね、はい、うん、これでいいシャンプーですね、それでポン点が取れる形です。なん、うん、は黒沢泣いていった。さあ黒沢本一のリャンシャン点来たぞ。これはウーマンチーマンなのか、黒沢選、黒沢選手のはいトンがあるんだよ、はい、あ、黒沢選手トンを、一枚切れのトン持ってますね、危ないですよ、危ないぜこれ。ローソー引かれ、ローマン引かれると、あ、でもパーピン引いて、あー、こう危ないぞ、危ない危ない、お、大丈夫、トンは重なることはないですから、重ならないからね、はい、トイトイまで変化したりして、黒沢ですか、いやいや違う、そうじゃなくて、あ、富士す、うん、じゃあ違うな、ね、はい、まあ、トイトイにはならないか、トイトイはちょっとそうですね、いや、ならなくはないんですけどね、別に、はい、あの G1 とか来てね、リャンピントンの形から、はい、3か4が来ればね、うん、おい、教えてやりたいね、早くトン切らないと危ないぞあ、これはシャンポンじゃないですか、うわお、闇点に構えた、アウトだこれ藤崎得意の闇点で高打点が、闇点でこんなに高いと痛いね、うん、トンは重ならない、トンは重ならないから、ペーが重なったり、ね、ただ9ピンが泣けた場合とかはトン短期にする、いや、ペー短期にしそうだすな、これは吉田が動いていった、もう終わらせに行きたい、一人沈みになる前に、いや、今のも泣きも無理だよね、はい、うん、ちょっと苦しい泣きですが無理だろうね。さあ黒沢が大ピンチ、かわせるか吉田、ポンポンと仕掛けていくが、さあ黒沢が、これはチュンはつま切りか、勘だね、勘ですか、勘しますか、やるなら勘だね、はい、勘します、行くならね、はい、行くなら勘ですよね、積極的な、うん、トンがなかなかあんま余んないね、はい、黒沢の上がりはもうほぼ絶望的ですが、なんとか耐えたい。ただあの偉いね、テンパんないもん。そうです。はい。トンがペーなんか持ってきた日にはさ、ペーが誰も持ってないので一枚切れですよね。うん、ペー引いたらアウトです。引かない、なかなか引かない。どっちか言ってみんなあの黒沢さんに対して本一みたいだから怖がってるの。そうですね。ね、藤崎がちょっと、はい、これにに忍者だね、忍んでます、数ピン転敗したぞ、はい、あ、ない順から、ここ4枚ある、順からです、3枚か、順からだね、いや黒沢引かない、黒沢さん強いね引かねえもん、転敗しないよ、はい、藤崎の町ももう変わらないでしょうから、これは本当にペイの行方、9ピンの行方、これで転敗 しないでトン打たなかったら偉いね、そうです、すごいね、その通りです、いや引きが強いというか、なんというか、はい、おキューピン、これはあ、ポンだ、これポンですね、ポンと言いましたね、ペおどっち切る、耐えれるか、ただトンがね1枚切れてて、ペイが1枚切れてる、うわ、ペイの切った、耐えたよ、くぅ、これ間違わないでしょ、これリーチいった、リーチいった、うわースーピンはない、チーマンが、あれ、これチーマン2枚、チーは1枚です、あ、1枚切れですね、チーマン1枚あるぞ、
黒沢大丈夫かトーンは。うわー、まあまあ、でもこれはトーン当たりトーン当たり、トーン当たり、はい、本人がっくりしてるよ、はい、本当はね、本人本当はがっくりしてるんですよ。1万2000報酬でしたよ。ただどれだけラッキーかっていう、はい、かー、逃げ切れるかこれ。ピンズは現物はないですから6チッパーでしょ、はい、うん、まあ筋でいけばパーピンぐらいだね、うわー、ここあでもこれあれでしょう、中筋ですね。うわー、後になってしまった。ここは藤崎の上がり、闇天でしのいで忍んでいましたが、ここはリーチで、うーん、黒沢最後の最後で、まあそもそもが平坦期に取る手もあったんで、まあね、はい、リーチとんどらさんで1万2000の上がり藤崎。いやー、最後まで生き延びるかと思ったけど、切るのないですもんね。うん、そうですね。さあ、ホラス一本バドラはパーピンです。近藤のハイパイ。黒沢もドラメンツができています。藤崎はドラを持ってきました。もう今のでちょっと余裕ができましたね。はい。先5万2200点ですから。もう一上がりで今日プラスマイナス0ぐらいまで、もう今0ぐらいでしょ藤崎くんね、22、そうですね、30ポイントなんで約30だから、はい、マイナス7.8ですか現状。気にすることはないですから、はい、なんだかんだでまとめてきました藤崎。さあ、なんかボロボロになりそうだったんだけどね、4着4着でしたから ね、あれを許さないようにしないと、はい、あんなの再浮上を許さないようにしてもらえないとね、黒沢がチュンワンコで、こちらイーシャンテンです。まあ、ドラがパーピンですからね、はい、あのチーピン残してるのはあの辺なんとかしたいね。うん、そうですね、もう一メンツ、うん、もう一枚ドラを引いてなんとか使いたい、まあ、ヤンペーコなんかもあるけど、はい、まあ、ドラを持ってきてロースを切ってみたいなね、あそこ頑張りますよね、はい、もう切りましたけど、やっぱあそこチーピン残しておくのすごくドラ受けにはね、大事なところですね、はい、黒沢やっぱりこういう高打点は逃さない打ち方です。まあ、つもローピンでもいいしね。そうですね、うん、ローピン切って、ローピンが来た時にね、やっぱり最終的にパーピン残るし、はい、さあこれでくっつきの形、まあ、ですかね、はい、目いっぱいです、うん、先一面つ完成。今度はまだメンツがない、上の3色があるんですけどね、まあ、ちょっと難しいからね、はい、苦しい形、おとなしく今386で少し減っても全然いいんで、はい、向きの2着はキープできそうですね、うん、大丈夫ですよね。まあ、ただ親がねどこまで来るかっていうことだけなんで、はい、さあ観浪ピンの転配、観浪ピンで一応しておいて、まあパーピン引いていきたいね。ローピンがいいタイミングで、はい、黒沢の上がりです。チュンドラ12600、まあ、大したことはないけど、はい、まあね、まあそんなに痛くはないね、親としてはね。そうですね、うん、はい、ということで4回戦はトップに藤崎、2着に近藤、3着黒沢、4着吉田という並びです。さあインタビューの準備ができたようです。はい、まずはこの方です。藤崎聡プロです。お疲れ様でした。お疲れ様でした。さあ藤崎さん、今日は、最初厳しい一日に思いましたが、ご自身で終えてみての感想はいかがですか。いや、もう今日はなんか気分的には勝ちみたいなもんですね。はい、ちょっとマイナスでしたけどね。はい、はい、まずあの1回戦に、黒沢さんのダブナンドラさんに報酬してしまった曲、ダブナンドラドラ、あ、ダブナンドラドラですね、はい、すいません。あそこは数ピン切りか3ピン切りかちょっと悩まれていましたが、どういや、あそこね、安全牌ないからちょっと頑張ってたんですよ。はいはいはい。
今日それまでなんか最初の序盤の3曲ぐらいでもう今日はダメだよっていうのをなんかね、はい、手配が教えてくれてたんでずっと折り気味に打ってたのに、あそこ安全牌がないからちょっと出かけてって、はい、出ると思ってね、流派が出ちゃった、負けちゃったんです、ね、ついついポンって口走っちゃったんですね、はい、だから普通だとね、冷静にやれれば、はい、あの曲はちょっと流派と一応としてね、なんとか経典に行っていけたと思うんですけど、はい、冷静さはなんでなくなったの？いや、まあ、年かなんかですかね。なんか年はね、理由にしちゃダメ。なんか出ると思ってなかった流派がポロッと出ちゃって、ポンって出ちゃったんですよね。いや、そうだけど、だって3万引いた時でもちょっとやめたでしょ。もうほとんどやめに見え、ね、たぶん親番だったんで少し手ぐんじゃったんでちょっと手詰まって切るパイがない形に、はい、それでもやめるのにね、いつもね、普段はそこでもさらに対応していくというので、うん、まあ珍しいあの一曲だったんでちょっと、気になったんですが、はい、はい、でもよく最後ラッキーで盛り返したね。そうですね、なんかあの途中から突然なんか変わりましたね。一回山崩したじゃん。はい、一回トラブルで、それは言わないようにはしてたんですけど、あれからきっかけで良くなったもんね。あれからガラッと変わりましたね。そうですね。なんでもうちょっと早くトラブってくれるのかな。アイスタープラスだったな。なんかタクトラブル起こしたの、わざと。あのみんなに言われるんですけど、今日はわざとじゃない。はい、湿気ですね。多分湿気で、湿気なんでね、止まってしまったと思いますけど。あれは、ああいうの難しいね。はい、ああいうところもねちょっとチャンスになっちゃったりするからね、うん、はい、うん、はい、でははい、藤崎さんはこれで、はい、藤崎さん1節多く消化しているのでもう5節目がはい終わったということで、はい、しばらくお休みですね。休みなの、しばらく。はい、しばらくお休みです。7月は1回もないですね、はい、次が8月4日の第6節の椎茸となります。はい、はい、では次節に向けての意気込み聞かせてください。はい、今季はねまだ全然リーグ戦ちょっとあの攻めのシフトが1回も取れてないので、まあ、もうちょっと戦える序盤からね戦える配信にあればどんどん前に出ますので、まあまあ、あんまり出ない方がいいんじゃないの。はい、今日はもう最初からね、まあ、最初の3曲ぐらいでもう今日はダメだよっていうのをパイが教えてくれてたんで、うん、まあまあ、こういう麻雀にはなりましたけど、序盤ね1回戦目出だし良ければ一気に攻めに出てね、まだまだ17期4人捕まえに行く気持ちはありますんで、はいはい、なかなか下の争いじゃなくてね、はい、上の争いに絡めるように頑張っていきますんで応援してください。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。お疲れ様でした。藤崎つくろうでした。はい、ね、しばらく藤崎さんの出番がないですね。はい、続きましてははい、この方にお越しいただきました。はい、黒澤咲プロです。黒澤さん、お疲れ様でした。お疲れ様でした。さあ、今日も存分に黒澤さんプリを出していただきましたが、ご自身での、置いてみての感想いかがですか。そうですね、まあ、後半2回というか特に最終戦、ちょっとそこまですごいついてたのに、はい、集中力がちょっと切れちゃったかなっていう場面もあって、まあ、もうちょっと浮いてない終わらないとダメだったかなっては思うんですけれども、はい、という黒澤さんですが、森山会長今日いかがでしたか。なんか気が狂ったかなと思ったのは、うん、3回戦のオーラスリャンピンポンリーチに対して、はい、近藤さんのリーチに対してリャンピンポン、あれ何したかったの。いや、鎮逸になりそうだったね、鎮逸からぐらいで、はい、鎮逸になれば、なんで本一のみでお隙はなかったんでシャアは落としてたんですけど、今度何かさなってもうどうしていいんだか分からなくなっちゃいました。慣れないことをすると、あれだと相当遠いもんね。そうですよね、ちょっと、はい、慣れないことをするとなんかもう、ああいうのあんまりしないタイプだよね、うん、あんまり遠い仕掛けはね、はい、しないですね、普段は。だからでも、黒沢さんらしくよく打ってたけど、はい、なんかそれその曲以外は会長も伸び伸び言ってて、はい、はい、ありがとうございます。いや、だからそれがいいとこだし、うん、ね、
まあ、その例えばダメだなと思った最後はあるどっかでパッと引いたりね、はい、そうですね、あの、はい、降りるところもなんか、うん、降りるとか引いて引くとか引いて、はい、行くとか行くっていう、ね、だから最後はあのリャンピンポンがちょっとあれだったかどうだったかなっていう3回戦のオラスです ね、はい、ね、まあ、最後はね、最後のトンがちょっと痛かったですね、助かった、いやでも本当はペータン気にしたいけど、はい、あの藤崎さんが先輩入ってると思ってトータン気にしたのに、はい、もうなんかもうあのままでも逃げ切れるかと思ったけど、ね、ギリギリそうですね、流局まで持ち込めるかなと思いましたけど、変なの引かなきゃね、ただしかもローピンは通りそうな範囲だったのに、うん、中筋でしたもんね、変えてしまったりでもちょっとなんかもう、はい、止めたのにリーチ入ったら打っちゃうとか、あれね、もうなんかその辺がやっぱりちょっとあれ多分ペータン機なら上がってるっていう感覚があるじゃないですか、はい、あーペータン機上がってた失敗しちゃった次ローピン来た今度はやばいんじゃないかみたいなので飛んだんだよね、ペイが被らなかったらもうちょっと違う判断になってたかもしれないですかね、だから、ちょっと熱くなっちゃったかちょっと熱くなっちゃったね、ああいたたたペイで上がりを逃してっていう、ね、あの本人はねペイがすごい痛いわけ、はい、はい、そうですね、これが違うんだよっていうのがそれ分かんないから、こっちから見てるとと打ったらもうダマでも1万2000だったんだから、そうですね、ねえ、だからあれでも逃げ切れるかなと思ったんだけどね、何にも引かなくてさ、はい、だからあの辺でちょっと冷静さがあのペイが被ったことによって若干ちょっとあの冷静さちょっと失っちゃったんだけど、はい、だからあれペイ被ってなかったらトンタンキのまま行ったかもしれない、ね、かもしれないですね、確かにその辺がマージャンのちょっと精神的な部分でね、はい、トン切ったら上がれたんだからみたいな、あトン通るんだろうみたいな、はい、あったりね、はい、はい、ありたかったね。はい、ただ、成績表では見ていきましょう。本日は黒沢さんプラス 29.8 と、はい、まあまあ、十分なプラスでトータルポイントもプラス 17.9 となりました。はい、黒沢さんは、次回は第5節のシイタクとなります。はい、対局メンバー古川、今野、柴田というメンバーとなりますが、では次節に向けて意気込みを聞かせてください。はい、そうですね、エヴァンリーグ入ってまだ数ヶ月なんですけれども、比較的自分らしく打ててるかなとは思いますので、落ち着いてチャンスが来たら大きく伸ばせるように頑張りたいと思います。はい、あと、来週私、解説をやらせて、そうですね、来週は黒沢さん解説にお越しいただくということで、そうなんです、はい、そちらもよろしくお願いします。熊さんたちが打つ対局を解説しますので、そこでしっかり勉強して来週頑張りたいと思います。はい、ありがとうございます。お疲れ様でした。お疲れ様でした。そうですね、来週は黒沢さんが解説に来られるということで、解説初めて、いや、前にはやったことあるんです。 A1 リーグは初めてです ね、うん、ね、はい、うん、さあ、続いてこの方です。吉田忠プロです。はい、吉田さんお疲れ様でした。お疲れ様です。いやー、はい、今日は苦しい一日でしたけど、ご自身での感想はどうでしょうか。はい、今日はっていうか今日も苦しかった。はい、今日も、はいはい、はい、すいません、あの、はい、ただ、いやー、でもね、やっぱり最終戦はダメです。はい、最終戦ちょっとなんか、うん、3回戦目までは、はい、うん、踏ん張ってたつもりなんですけど、うん、あれでも、うん、ね、やっぱ最終戦は本当にあの3ピンも白もダメですね。白、あ、はい、白は藤崎さんのドラギリに結構反応してたように見えたんですけど、そうだからさすがにね、藤崎さん、ね、信頼度高いし1枚余ってきて本一なんで、まあダメですよ、うん、1枚切れでしたからね、はい、とはいえというところですか、ね、いやダメだっていうのがその通りだよね。うん、ただトン一局のね、あの鎮逸のハイパイですか。うーん、やっぱね、ダメな時って本当テンパんないですね。あの、あと1枚が引けない中で、うん、で、ね、あのテンパ入ったじゃないですか。もうテンパったらね、鎮逸はやっぱリーチなんでね。ああ、あのメンチンはピンの鎮逸ですからね。はい、ただいいピン、あ、いい数ピンだったんですけど、うん、2ピンと3ピンを押されて、兄さん切られたらね。はい。全く上がれる気がはい、近藤さんに押し切られてしまったというね、はい、ちょっと苦しい展開ではありましたが、はい、ただ吉田さん、あの、はい、対局が続くんですよね。来週もあります。はい、はい、連戦になって、はい、来週は、古川、はい、今成績は出てますが、はい、今日、ごめんなさい、今日のじゃあ成績からマイナス 55.5 ポイントとなりまして、はい、来週は瀬戸熊、前田、古川と、はい、
はい、これは4人鳳凰位の卓になるんですけれども、なるほど、はい、ちょっと苦しい位置になってしまいましたが、はい、次回に向けての意気込みを聞かせてください。はい、そうですね、まあ、本当に厳しい年一になりましたけれども、まあ、来週もまたね、皆さん強いんで、はい、楽しいのでね、しっかり、踏ん張りたいと思います、はい、よろしくお願いします。はい、お疲れ様でした。はい、お疲れ様でした。プロでした。さあ、今日は4人全員のインタビューを行うということで、はい、あと誰だっけ。はい、最後は、タクナイトップの近藤さんが、はい、ております。はい、では、本日宅内トップの近藤久春プロです。近藤さん、お疲れ様でした。お疲れ様でした。さあ、今日も前節に引き続き、大きくポイントを伸ばしましたが、ご自身での感想はいかがですか。今日は、まあ、何が良かったかよく分かんないけどまあ3回戦のオーラスはね、はい、スッチーピンでリーチ打ちましたね。そうそう、普段あれリーチあまり打たないんだけど。打たないですよね、うん、あれはなんもうトップ取ってやるぞっていう、そうですね、気合のリーチですか。そうですね。今日近藤さん結構気合の入った、はい、特に森山会長がおっしゃってたのは、親番で換算層の二差しのね、三色単野三色ドライチをリーチ打ったじゃないですか。はいはいはい。あれもちょっとね、1万2千あるわけですから、闇点も結構普通かなと思ったんですけど、あれはなんでリーチ打ったんですか。うん、あ、でもさすがにドラ回りなんで、はい、出ないだろうなと思ったら、うん、もう上がれるとしたら引き上がりだなと思ったんで、はい、だったら6000オフかなと。うん、やっぱりそういった配当を下ろして、まあ、押さえつけないとね、ということですよね。そうですね。まああれは実らなかったわけですけれども、まあ、あのスッチーピンは本当に近藤さんの気合が勝ったつも上がりでトップになりましたよね。そう、だいぶドキドキしたけどね今日なんかあれですか、その3回戦はどうしてもトップが欲しかったとか。あ、そうですね、1回戦2着で、はい、なんか2回戦なんかしぼんできたんで、うん、で3回戦出だし良かったじゃないですか、はい、それが急にこう失速したんで、はい、そうでしたね、うん、このまま2着はあんまり良くないなと思って、トップ取れるチャンスあるんだから、はい、たまにはリーチ行こうかな、うん、気まぐれだねそうですねドラレアワンだったからね、3、4、5、6、1、そうですね、はい、行ってなりで漫画見えたんだけど、はい、引き上がるとトップなんで、はい、まあ、まあ引き上がった時にちょっと悔しいもんね。うん、そうですね、まあ、それでリーチ。ただ55の、55だ、馬が55だったりね、はい、10、30だったりするとすごい大きいけど、はい、浮いてりゃほら4000でしか変わんないからさそうですね、はい、だからあれ何点ぐらい得したかっていう話なんだけどね。そうですね、まあ、実際上がったから5に上がって4000点プラスだから9200点得なんだけど、はい、9200点の上がりなんだけど、はい、まあ、黙りしてても今までもう最低2000とかね、7等3上がれるから、はいはい、まあ、まあ、6000点ぐらい得してるの。そのぐらいだと思いますね。6000点得してるのかな。はい、はい、という今日もね、はい、まあ、近藤君あそこだけだったと思うな。あそこドラがドラ、春夏白がドラの時に、白がドラじゃないかな、白がドラの時じゃない、親でさ、はい、ローピンつもぎって、チーピン引いて、パーピン引いて、スチーワンみたいなの、ソーズ124466っていう、あーソーズ124466でローピンつもぎっちゃって、はい、あ、チーピン、多分チーピンですね、ローピンじゃなかった、チーピンだったらほら、あの8くっついた時にタイヤにならないから、はい、だから6、7、8って引いてきたのがあって、ソーズ1、2、4、4、6、6からイーソー切っときゃなんてことないと思うんだけど。あ、そうですね。で、あのドラを1枚持って白だと思うけど、はい、イーソー切ってるとずっと頑張ってると、まあ、ピンズが6、7になって、うん、でトンかなんか持ってて、で換算素入ってスーソー切って、ウパーピンスチーワンのイーシャンテン、ウパーピン入るドラ切る、スッチーマンで先輩で、まあ、リーチ、あれ親だったよね。親でしたね、はい。そういうのあるのよ。ああ、あそこもったいなかったかなと思って。そうですね、手、うん、ちょっと手が遅いなと思ったんで、うん、もうドラ離さない形で行こうかなと思ったんで、ちょっと失敗しました、ね、だから1244だから1で
単位を近藤さんなら一回一を外すっていう打ち方はよく見るんで、はいはいはい、そこはそうするかなと思いましたけど、なんかちょっとあそこは消極的でいやだから今ちょっと話聞いて分かったんだけど、はい、だから最後 あの3回戦のスキーピンがね、はい、いつも行かないんだけど行っちゃってって、はい、あ、気まぐれだなって言ったのはそこも含めてるんだよ、言いそう行けよみたいな、はい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 、だからあそこはいや気まぐれにローピン切ってしまいましたみたいな、うん、だからもっとあそこちょっとあの勢いがあった時だったから、あ、僕はもったいなかったな、ね、親番で、ね、でもね、思い切って、まあ、例えばウーアン切ってリャンマンで上がったりとかね、チートイツですね、うん、はい、最終戦の、まあ、もう当然あれがうまくいけばなんとかなるんですけど、だからいいものすごくあるのに、はい、あそこだけもったいなかったと僕見ててね、はい、まあ、あそこはちょっと近藤君ちょっとあれもったいなかったね、じゃあもっと勝てたかもしれないなみたいなね、ちょっと思いましたけど、ね、はい、ありがとうございます、ね、力あるんだからもうやっぱり、はい、もうちょっと活躍してくれないとね、やっぱり下から下に落ちても上がってきたって僕すごいと思うからね、そうですよね、まだまだやる気もあるだろうし、はい、ぜひ頑張ってほしいので、はい、ね、激励の言葉が出ました、ありがとうございます、よろしくお願いします、はい、頑張ってください、はい、さあ成績表、近藤さん今日はプラス 36.4 ポイントでトータルプラス 98.5 ポイントと、はい、2位の前田さんにかなり近づきました、近藤さんは次回はですね、はい、第6節の B 卓と、なっております。対局メンバー黒沢、杉浦、広、柴田と、首位の柴田さんとの直接対決になります、では次節に向けての意気込み、近藤さん聞かせてください。あ、そうですね、まあ、中盤になってきたんで、まあ、とりあえずは、まあ、浮くことを目標で、はい、まあ、まだまだ全然分かんないんで、まあ、100以上いけるように、まあ、頑張ります。はい、ありがとうございます、今日はお疲れ様でした。お疲れ様でした。はい、ということで4名のインタビューをお届けしてまいりました、本日は第38期放戦 A1 リーグ第5節 A 卓の戦いをお届けしてまいりました、森山会長を改めまして今日は解説もありがとうございました、はい、お疲れ様でした。はい、次回の A1 リーグですが、第5節の B 卓となります。対局メンバー瀬戸熊直樹、前田直也、古川浩二、吉田忠というメンバーです、ぜひそちらもご覧ください。はい、ということで本日はこの辺りでお別れとなります。皆様長時間のご視聴ありがとうございました。それではさようなら。どうも。